実は杉山監督は言っていて、その非常にそういった意味では乗ってきちゃうチームなんでということを言ってます。シュート打った、決まった、ゴー、また落ちか、2得点、2対0、あっという間の2点目。今もよくそのゴール前に入っていきました。シジマールもタッチをしました。ちょっと今の場面なんですが、こうですね、また久富がこのパスで縦に出して枝元がふわっと浮かしたところ、遠藤の裏側に走っていたオチが見事に決めました。この場面です。古田が追っていきました。